今回のお話は、ママが、ノラの子猫を助けたお話です。車に乗っていると、カラスに襲われてあった子猫がいたんです。こらーで、ママはですね、カラスを追い払いました。こらーでも、その子猫ちゃんは、とても、瀕死の重体で、すぐにですね、ママは動物病院に電話しました。このノラの子猫ちゃんは、病院に連れて行くと、もう2、3日が峠ですって言われたの。カラスにやられてると思ったんだけど、でも実際はね、母猫にね、喉をね、噛みつかれてたんだよ。それも深い深い傷でね、2回もね、噛み殺されそうになった傷だったの。そこがね、うんじゃっててね、それで弱ってるところをカラスに襲われたの。首元2箇所が骨が見えるほど噛まれ、そこが産んでしまって死して、穴が開いてる状態です。僕も心配して覗きに行くんだけど返されちゃうんだ。猫をエイズとね、白血病にかかってるかもしれないって、うつっちゃうかもしれないからって。でも検査したらね、両方ともね、キャリアの持ち主になかったの。でも、まだまだね、僕とは会わせてもらえません。だいぶ元気になって、スプーンでご飯を食べられるようになったの。でね、よく寝てたの。この子です。でもね、お耳がね、だんだん良くなってきたらね、右目が腫れてね、すごくなっちゃったの、見えないみたいで。で、今は病院にまた行ってね、このね、ちっちゃいカラーをつけてもらってます。お耳はね、傷の方から神経がいっちゃってて、もしかしたら見えなくなるかもしれないんだって。でもね、目薬をつけてね、頑張ってます。もうね、病院代がすごくかかるんだよ。1回に3、1万円以上かかってるから、もう3回も行ってるから、もうね、3万以上はかかってるんだよ。でもね、もうね、これもね、縁だからね。うちの子にするんだって。僕の名前がダイヤモンドのダイヤだから、この子はね、ルビーって宝石なんだよ。足も骨折しててね、ピッコ引いてるの。かわいそうにね。まあ、見守ってあげててください。またね、ルビーの続きもね、出しますね。